公共曲第1番。公共曲第1番派探彫作品68。公共曲第1番は、ヨハネス・ブラームスが作曲した4つの公共曲のうちの最初の1曲。ハンス・フォン・ビューローに、ベートーベンの公共曲第10番と呼ばれた各、評価された。アンから名へという聴衆にわかりやすい構成ゆえに、第2番以降の内政的な作品よりも演奏される、木は多く。 最もよく演奏される、ブラームスの公共曲となっている。ブラームスは、ベートーベンの9つの公共曲を意識するあまり、管弦楽曲、特に公共曲の作曲、発表に関して非常に慎重であった。最初の、この公共曲は、特に厳しく遂行が重ねられ、着想から完成までに21年という歳月を要した、通常は数ヶ月から数年。 ブラームスもこの後の公共曲第2番は短い期間で完成させている。この作品はベートーベンからの公共曲の系譜を正当的に受け継いだ名作として聴衆に受け入れられ、指揮者のビューローにはベートーベンの第10公共曲と絶賛された。ビューローは当はハンブラームスとして知られていたが、ワーグナーとの仲違いからこの頃にはブラームスに接近していた。 破綻調という調整は、ベートーベンの公共曲第5番、運命と同じであり、また、第4楽章の第1主題は、ベートーベンの公共曲第9番第4楽章の歓喜の歌を思わせるものとなっている。ブラームスも、そのことを十分意識していたと取れる発言を残している。暗黒から光明へという全体の流れも、ベートーベン的である。以上のことから、 ロマン派前世時代に古典回期を試みた新古典主義の代表的作品とかつては言われていた。しかし20世紀に一時代を築くことになる新古典主義音楽の前世時代を経験した現代の点から見るとオーケストレーションや火星の扱い、曲の構成などにおいてロマン派の特徴を備えていることがわかる。例えば第一学章冒頭の キンパニの強打に支えられた高音域のバイオリンによる半音階的な旋律にもそれは現れている。着想から完成まで21年を費やしたが、決して地質ではないブラームスがこれほどの時間をかけたのはベートーベンの公共曲の存在が大きかったためである。ブラームスが自らも公共曲を書こうと思い立ったのは22歳の時に ロベルト・シューマンのマンフレット序曲を聞いてからであるが何よりも自らが公共曲を書く限りはベートーベンの例に必見しうるものでなければならないと考えていたビューロへの手紙にはベートーベンという巨人が背後から行進してくるのを聞くととても公共曲を書く気にはならないと書かれいるまた当時の聴衆にもベートーベンの公共曲を正当的に継ぐ作品を 待ち望むものが少なからずいた。当時は、ワーグナーやリーストといった新ドイツ楽派の作曲家は、公共曲を古臭い形式と考え、それぞれが楽劇や公共史といった新たなジャンルを開拓していた。一方で、公共曲は、メンデルスゾーン、シューマン、ラフなどにより発表され、また、ブラームスと同時代に活動するブルックナーや、レーゼケ、ブルッフ、ドボジャークも、 すでに公共曲を発表していたが、それらはベートーベンの公共曲を正当的に継ぐ作品という聴衆の期待には必ずしも十分に応えるものではなかった。このため、ブラームスは最初の公共曲の作曲に際し、慎重を期し、集中して取り組んだ最後の5年間も遂行に遂行を重ねた。この過程で破棄された戦律は、 ピアノ競争曲第1番の第2楽章やドイツレクイエムに転用されたという1862年に第1楽章の原型と見られるものが現れており具体的な形を取り出したのはこの時期と考えられている最終的に公共曲が一通りの完成を見たのはその14年後の1876年ブラームス43歳の時であった初演は 1876年11月4日、フェリックス・オットデス・ソフ式、カール・ソルーへ宮廷劇場管弦楽団。初演後も改訂が続けられ、決定校が出版されたのは、翌年1877年、ジムロック社より出版された。初演校と決定校では、第二楽章の構成がかなり違うが、近年は初演校が演奏されることもある。 ピッコロを書きホルンが増強された点を除けば、ベートーベンの公共曲第5番と編成がほとんど一致する。また、第4楽章でのみトロンボーンが使用される点でも類似している。楽器の扱い方の点でも、例えば、ベルリオーズの幻想公共曲で見られるような、あからさまな特殊奏法は要求されていない。一方、ホルンとトランペットについては、 当時すでにバルブ式楽器のものが普及した中で、ナチュラル管時代、あるいはバルブ管への過渡期を想起させるような楽譜の書き方になっている。約47から53分、第一楽章の繰り返しを含む、公共曲の定石通り四つの楽章で構成されているが、仏曲、メヌエット、またはスケレッソに相当する楽章を書いている。また、楽章の長の構成は、 5度の関係を基本とした古典的なものではなく3度関係の長となっている破綻長、補長長、変異調調波長長、破長長。全曲を通して CCD の半音階進行が曲を統一するモチーフとして重要な役割を果たしている。破綻長、助走付きのそなた形式、定時部反復指定あり、6、8拍子、9、8拍子、 ティンパニーを中心に、コントラファゴット、コントラバスという低音楽器が、C 音を8分音符で連打する力強い、オスティナートの上に、バイオリン、チェロの上向する、半音階的な旋律と木管と彫る、ビオラの副旋律が交錯する助奏で始まる。この助奏は、主部より後に追加されたものである、主旋律に含まれる、半音階進行は、楽章の至るところに姿を表す。 女装冒頭部はティンパニーロールに乗ってもう一度現れ、寂しげな木管の調べを経てアレグロの支部に入る。定時部には繰り返し記号があり、かつては繰り返して演奏されることはあまりなかったが、近年は繰り返しが行われる例も増えている。そなた形式の型通りに進行した後、集結部でも運命のモットーの動機がティンパニと低音のホルンによるシー音の連打に支えられ、 波長長で静かに集結する。波長長、複合三部形式、三、四拍子、感情楽章。オーボエ、第一バイオリン、ホルンによる印象的なソロ演奏がある。構成は、基本 A、B、A の三部で、A はさらに A、B、C に分けられるので、複合三部形式である。A は主に弦で奏でられる、落ち着いた中に、陰りのあるもの。 B は A の主題を引き継いだもので、応募のソロによって歌われる。C は冒頭に、上昇の動機を持った動きのあるもので単調の色彩を加え、これがやはり応募のソロによる物寂しい A 派単調のトリオ B を導く。B の中で低弦とフルートに第三楽章主題の断片が現れる。A の再現部は、単なるリピートではなく、そなた形式の再現部のように変装され、 よりドラマチックに、また長大化している。B はここでは、第一ヴァイオリンのソロをメインに、オーボイのソロとホルンのソロによりそうされる。続いて、ホルンのソロが、主旋律を、第一ヴァイオリンのソロが、装飾的に彩る。C はほとんどコーダで、冒頭の上昇の動機こそ、控えめに現れるもののその先は歌われることはなく、曲は、第一ヴァイオリンのソロが澄み切った A との高音を伸ばす。 中、静かに結ばれる。この楽章には、カールスルーやで初演された時の初行版があり、かなり曲の構成が異なる。これには、ギュンター・ノイホルトや、チャールズ・マッケラスらの指揮による録音があり、楽譜は、ヘンレ社の付録として見ることができる。変異蝶々、複合三部形式に、四拍子。感想曲風の短い楽章。 古典的な公共曲の形式に則れば、ここにはメヌエットかスケルツォが置かれるべきだが、ブラームスは4つの公共曲の全てにおいて、典型的な3拍子部曲の第3楽章を置かなかった第4番において、ようやく本格的なスケルツォが登場するが、やはり2拍子である。とはいえ、グラツ要素、優雅にという学装指示には、 メヌエット的な性格の楽章であるという作曲者の意図が現れている。A, B, A という三部形式の A 部分で、ベートーベンの歓喜の歌にも似た最終楽章の旋律が暗示されるが、A 時代自体が最終楽章の旋律を予告しているに近いものである。波探調、あとに波長調、助走付きのそなた形式、四、四拍子。 第一楽章の助奏の気配が回帰したかのような重い助奏でゆっくりと始まる助奏は二部構成重い気配が弦楽器のピチカートと交代しながら駆け上がっていくと頂点でティンパニロールによって遮られ波長長のアルペンホルン風の朗朗とした主題がホルンによって歌われ助奏の第二部に入るこの主題はクララシューマンへの愛を表しているとされ クララへ宛てた誕生日を祝う手紙の中で高い山から深い谷から君に何千回も挨拶しようという歌詞が付けられている。フルートがこれをリピートした後、トロンボーンファゴットがこの主題の先をさらにコラール風に続けて歌う。以上の感情部分、助奏が静かに終了すると弦楽合奏が歌曲風の十六小節からなる二部形式の明確な 学説構造を取った第一主題を、チ長ウ、アレグロ、ノントロッポで演奏し始める。この歌唱的主題はしばしば、ベートーベンの第九における歓喜の歌との類似性を指摘される。第二主題は、アルペンホルンの動機、エドクグの C をフィスに置き換えたもので、これも弦楽合奏で演奏される。小結尾は保単調となり、公用的な新しい句が登場し、 定示部のクライマックスを形成していく。展開部は第一主題が原型で再現する。この第一主題は再現部で再現されないので、ここを再現部とし、本学章には展開部がない、あるいは再現部内に展開部があるという見方もできる。展開部では第一主題が展開され、そこからさらに学層は広がってクライマックスを作っていくが、やはり、 ティンパニロールの競争を迎えると、それを合図にアルペンホルンの主題が、悠然と再現され、再現部に入る。歌唱的な第一主題は再現されないが、第二主題、焼結尾は型通りに続く。コーダは、第一主題の冒頭の形を低弦楽器が、オスティナートで繰り返しながら混沌の緊張を埋めていくと、ピュアレグロに、二拍子の更新曲調に抜け出る。 その更新の足が止まったところで、助走部でトロンボーンとファゴットによって歌われていたコラール風主題がファンファーレとしてらに奏でられる。最後に今までの同期が華やかな姿で次々と現れ、手話音の4連打を経て、壮麗に全曲を閉じる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。